ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、こんなコメントにちょっと答えたくなったっていう、というのは、バンタさん、バンタさんからいただきました。ありがとうございます、タイプ9と思っている男です、はい、エニアグラムをみんな知ればいいのにと思う反面、容易にカテゴライズして評価されたり、自分のタイプ5人してるかも、にとらわれて行動してしまうことも怖いなと思ったりっていうのをもらってですね、確かにその安易なカテゴライズっていうのは確かにと思って、要はそのエニアグラムをどの本でも冒頭で言ってるのは、エニアグラムはタイプにはめ込むことではなくて、タイプから抜け出す抜け出すのが目的だと。そう、このタイプになるのが目的じゃないと、そう、もうそもそもタイプ診断が目的ではないですよねっていうところで、その我々大好きなアドラーもそのタイプに当てはめるっていうのを頑なに否定している。そうそう、よくないと、そんなのはまあデタラメだまでは言ってないんですけど、そんなは嘘だと、あの無意識っていうところまでアドラーは、いや無意識なんて全部一緒だとって言ってるぐらい、あの分けるっていうのを、あの否定しているっていうのを受けて、確かにその我々の師匠筋である、あの岸清流先生もそのよく話をしているときに、もうね、タイプなんて何でもいいんですよって言われていたときに、その時の僕はですね、タイプ7なのかな、4って出たこともあるんですよ、3なのかななんて言っていたんですけども、タイプなんて何でもいいんですよって言われた時に、心の中で、あ、ちょっと待てよお前は分かってるかもしれんけどなと、俺はタイプが知りたいんだよっていう、この何て言うんでしょう、あまりよろしくない負の感情を心の中で向けていたんですね、もうこうちゃぶ台ひっくり返されたような感じですよね。そう、タイプを知りたいって言ったのに、どうでもいいんですよって流されるのにちょっと腹を立てていたんですけども、最近ね、あの自分がまあタイプ6だねってなって、そのよくコラボする金研のマインドインジェクションのコータさん、タイプ7からは、あのね二戸さんはちょっともうタイプ6にはまりすぎている嫌いがないですかって、って言われた時に、はっって、確かに自分がタイプ6にはまりきって、なんかそれを商売に使っている感覚があって、あ、確かにね。でもまあ僕の中では最近そんなこんなもあり、あ、でもタイプどうでもいい論、あ、確かにもうなんかその幸せになりたい、幸せなら何でもいいじゃん、で、あ、確かにもうなんかタイプなんて関係ないじゃんって思い始めたんですよ。で、その岸さんとなんかその以前話をしてた時に、自分はタイプ7だって言ってる、まあ僕たちから周りから見てタイプ5の人の、もう全然その対極じゃないですか。対極、なのでこう周りから見てるとおとなしいし、こう隅っこにいるしみたいな、っていう状態だけど、まあタイプ5なのでこう論理的に話すことは得意なんですよね、なのでこれの説明をしてくださいみたいな感じでちょっと前に出させたりすると、とても論理的に分かりやすく説明が、しかも面白い、そう、まあ面白いっていうか、まあユニークさ、分かりやすいっていうような、どっちかというとまあそっちの感じ、だから自分は人前で話すのが得意だから、そう、7だっていうところだけをこうグッと握りしめて7だと言ってる人がいて、でこう、まあでもこう周りから見ると、それがこうエニアグラムを学んでる人たちなので、こう周りから見ると7じゃないよねって話になるわけじゃないですか。あ、もう言いたい。僕は言いたい。言いたくなってきた。こう仲間で、こう、で、こう、周りから見ると7じゃない。っていうところで、こう、7じゃないよねって話をしてたときに、その岸さんが、まあでも、本人が7って言うんだったら7でいいんだよ、みたいな。っていうのは、まあ、人それぞれ、能力っていうのは人間そんなに差はない。あ、まあ確かに。そうそうそう。勉強すれば、誰でも頭良くなるし。なるし、この話すスキルみたいなのもちゃんと勉強すれば誰でも話せるようになる。はいはいはい。し、で、その能力が
まあ、例えばスポーツだとオリンピックの選手とかっていうとものすごい、まあ、10秒とか100メートルして10秒みたいなところでも、はい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 、僕たちがこうめちゃくちゃトレーニングしたら12秒とか11秒とか行くかもしれないじゃないですか。まあ、12秒ぐらいはなんか見えそうですよね。見えそうじゃないですか。はい、で、まあ、その辺ぐらいまでは努力でなんとかなって、はい、優れてる、世界一優れてる人とかでも、それぐらいの差しかないんだよ。はいはいはい、はい。ってことは、こう、能力っていうのはやったかやらないかで、7だからできるとか、はい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 、5だから勉強できるとか、7だからプレゼンうまいみたいな感じじゃなくて、まあ、やったかやらないか。やったかやらないか、みたいな。はい、で、本当に7だと思ってれば、7のように行動していけば、プレゼンも自然と上手になっていくし、もう別にあえて否定する必要はないわ、まあ、みたいな。確かにあの、うん、なんて、まあ、幸せになりたいと思って始めた。うんうんうん、で、その人は、もしかしたらタイプ、うん、自己診断は間違ってるかもしれないけども、うんうん、自分が幸せだと思ってる。そう。だったらもういいじゃんっていうことですよね。7がかっこいいとか、7がすごいって思ってて、はい、そうなろうとして、そういうふうになってるんだったら、はい、まあ、それで、まあ、幸せな。そう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 、はいはい、うん。っていうところで、まあ、その、確かにその、エニアグラムは、うん、あの、型にはまろうじゃないですからね。抜け出す、抜け出す物語ですと。うん、そう。まあ、なんか、ちょっとした、こう、行動指針みたいなものですか。はいはいはい、はい。6の人だったら、こう、行動するといいですよっていうのが、ちょっとわかる、みたいなところなので。はいはい、で、まあ、うん、私は結構、よく表現でするのは、うん、ここでやってるのは、うん、エニアグラムのプロレスだと。うんうんうん、ちょっとエニアグラムのタイプを分かった上で、うん、みんなでこのショーをしましょうと、うんうん、楽しみましょうっていう感覚で今は、うんうん、あのやっているので、うん、まあなんか。なんかプロレスできる人が欲しいですよねっていう。なんでまあ、この動画を見ていただける方は、みんなそのエニアグラムプロレスができる人だと思って喋ってます、うんうん。はい。だから7はこんなとこが悪いよね。と言える人たち。あ、そうそう。あの、エニアグラムの人格をちょっと別のところに置いて、うん、あの、自分も一緒に笑えるぐらいの感じで、うんうん、あの、話ができればなって。なんで僕もタイプ6を攻撃するときは、うん、タイプ6の自分を置いて、うんうん、こいつに向かって言ってる感じです。うんうん、はい。そう。だからこれが、まあ、他人、全くエニアグラムを知らない、例えば会社の同僚だとかを、はい、勝手にこうタイプ分けして、分けして攻撃すると。タイプその悪いところを言うとね、うん、それは傷つきますよね。そう、偉いことになる可能性があるので。はい。はい、うん、なんでもう、安易なカテゴライズとかっていうのは、うん、もちろんエニアグラムでもそれを目的したものじゃないし、うんうん、で、この本当にタイプ診断をしようと思うと、はい、本当に相手のことを観察する必要があるので、はいはい、相手を深く知るみたいな。はい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 、部分がないと、まあ、間違った診断になる可能性は出てくる。愛の目線ですよね。そうそうそう、はい、なので、そこまですれば、まあ、安易なタイプ診断ではなくなる可能性は、相手のことを本気で考えてっていう。はい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 、なので、まあ、誰にでも簡単にパッとやっちゃうと、問題がいっぱい出る可能性は、大いにあるかなと。あまり、その、まあ、バンタさん、その、うんうん、自分がタイプ9だっていう話なんですけども、うんうん、別に、うんうん、9だ9だって思わなくても、うん、そう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 、あのやりたいことを計画的にやっていけば、うん、それは3のようでもあるし、うん、3のようでもあるし、はい、うん、あの注意深く、うん、あの敏感になればそれはタイプ6のようでもあるし、うんうんうん、もう何だっていいんだよって話なんですよね。多分なりたい自分になれる、もう、まあ、もう本当に、うん、なりたいなりたいあ、なりたいと思って頑張ってます、うん、はい、っていう姿が、まあ、私ちょっと別の動画で、うんうん、あのMBTI っていうのをやったんですけども、はいはいはい、うん、それではあのエンターテイナーだったんですね、うんうんうん、あ、もうまさしくだなと。エンターテイナーになりたいんですね。なりたいと思っている、うんうんうん、なりましょうですよ。だからもうそう、あのあのそうですよね。そうそうそう、やればいいじゃん、やればいい、走ればいいじゃんって話ですよね、うんうんうん、はい、っていう、はい、タイプなんて関係ない、関係ないっていうつもりで撮った、うんうん、はい、動画でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。